今日は猪木のダメージ愛ベスト5をお送りしたいと思っています。まあダメージ愛だったらワースト5じゃないかとか思うんですけど、まあそこはベスト5ってことでお願いします。まあ猪木っていうと、まあ名勝負製造機という誉れが高い男なんですけど、やっぱりあんだけ試合をしてると中にはちょっともうこれどうしようもないっていうようなプロレスのなんか根幹を崩しかねないひどい試合があったりします。今日はそういうものをお送りしたいと思ってます。よろしくお願いします。では第5位です。第5位はチャラリアン。第5位ウィーリー・ウィリアムズ戦で、ウィーリー戦って言ったら殺伐としたなんかすごい試合じゃなかったよと思う人がいるかもしれないんですけど、それは1980年の異種格闘技戦で、これは1997年、その17年後の試合なんですね。でこれってのは例の猪木ファイナルカウントダウンの第何弾だったかな、4弾かなんかの試合で、まあ猪木とウィーリーは17年ぶりに再戦を行うっていう戦いだったんですね。でもそれまでにウィーリーってあのリングスで前田と戦ったりしてるんで、なんかウィーリーシンガーってのはもう完全に消滅してたんですね。でまあ体重もこう増加して、ウィーリーっていうよりはウィーリーをモデルにしたバーチャファイターのジェフリーみたいになってたんですね、ウィーリー自体が。でこのカウントダウンならのカウントアップ試合っていうのは不思議なルールが用いられていて、それってのはあのフィニッシャー限定マッチだったんですね。つまりフィニッシュに使っていい技が、猪木はコブラツイスト、ウィーリーは聖剣好きのみっていう、なんとも狂ったルールだったんですね。これがまあ噛み合わないひどい試合でしたね。猪木の動きもあるし、まだウィーリーの動きの方が良かったんじゃないかなってぐらいの試合で、僕この試合生観戦してるんですけど、 1.4 ドームかなで、メインが何だったか忘れちゃったけど、長州対橋本かな、まあそんな感じで、僕の見たドーム興行の中でもひどい試合だし、あ、ひどい興行でしたね。でその興行がひどいイメージになってるのは、この猪木の試合がひどすぎたっていう。僕はやっぱ猪木ファンなんで、残る猪木の試合を見れるものは全部見ようと思って見てたんですけど、やっぱひどかったですね。もう早く引退した方がいいなって正直思ってしまいました。では第4位です。第4位はジェシー・ベンチュラ戦って、まあ、1982年に特別試合で蔵前でシングルマッチが組まれた試合なんですけど、この試合をワーストマッチに上げる人って結構いますね。っていうのは少し前にあのツイッターにこの試合の動画を上げられてる方がいて、ほうきとも名勝負を繰り広げられる猪木がどうにもならなかった相手もいる、その中の一人がジェシー・ベンチュラだって、準プロレスの試合ではこの試合がワーストかもしれないみたいなこと書かれてて、大いに納得したんですけれどもこのベンチュラってのはまだ見ぬ強豪っていうか、まあ、結構期待された選手だったんですね。ところが来たらやっぱりなんか当時のダメゲーですよね。覚醒する前のハルク・ホーガンとか、そういう感じのあのステロイド系のなんかちょっとハゲ散らかってるようなよくいるタイプのパワーファイターで、まあ、デクノボーでしたね。でこのフィニッシュホールドがトップロープからの円錐切りからの胸へのハイキックっていう、まあそういうとなんかそれなりのフィニッシュに思いますけど、このトップロープからの円錐切りっていうのはちょこんって足が当たるだけで、なんか胸へのハイキックもなんかもうひどいもんなんですよ。こんなんでフィニッシュになっちゃうのっていう、もうほんとこのベンチュラ戦は最悪でしたね。あとベンチュラの入場テーマもひどくて、なんかあのテーマ曲大前で調べたら、なんかキングコングの19706年版のテーマらしいんですけど、まあひどい不気味な気持ち悪いテーマなんですね。まあそんなベンチュラもその何年後かに僕はあの映画のプレデターで再会するんですね、ベンチュラと。ベンチュラ俳優になってて結構いい役どころで出て結構いい味を出してるんですね、あのプレデターの中で。しかもこれが銀幕デビュー作だったっていう、その後知事になったりして、なんかオフザリングじゃすごく出世した男だなと思います。では3位です。3位はタラリラリン、アチサノエ戦って、これは予想した人も多いんじゃないですかね。猪木のダメージ試合の中でも有名な試合ですね。
で、この横にいるガッツがね、ガッツが出てくるとろくなことにもならないっていうのは、まあこの後でも多分出てくると思うんですけどって分かっちゃうかな。で、このアチサネっていう人は、小錦のお兄さんなんですね。で、当時小錦は別に大関でも何でもなくて、小結かなんかで、まあ、小錦ブームじゃないと、期待のなんか外国人力士、まあ小錦ブームってのがあったんですね。そのブームにあやかって、アチサネと猪木が異種格闘技戦をやるっていう。だ、何の必然性もない異種格闘技戦だったっていう話なんですよね。これってウィリー戦以来4年ぶりの異種格闘技戦復活だったんですけど、そもそもアチサネって別に何か格闘技やってるわけじゃないんで、まあ異種、まあ土人はまずいか まあサモア人と猪木のただのなんか試合っていう、素人のサモア人 VS 猪木みたいな感じになっちゃってたんですね。でもまあその逆に素人のサモア人だったらよかったんですけど、妙になんかこのプロレスのイロハのイぐらいは知ってたんで、まあそれが逆に良くなかったんですよね。迫力もなかった、ひどい試合ですよね。円錐切り3連発からのバックドロップだったと記憶してるんですけど、全然スカッとしない試合でしたね。そしてその後、このアチサネっていうのは新日本にちょっとだけ入団して、ジョージ高野じゃないや、高野俊二と期待のなんか新日本期待の冬の時代の若手有望株に祭り上げられるんですけど、アチサネと高野俊二ってもうありえなかったですね、僕の中では。特に高野俊二って僕昔から嫌いだったんで、新日本の未来は暗いなと思いました、冬の時代に。というわけで第2位です。第2位はじゃーん、ベイダー戦というよりは両国たけしプロレス軍団暴動事件ですね。もうこの1987年はもう暴動まみれで、なんか新馬久志さんが、猪木はもう客を怒らすことに快感を持ってたんじゃないかとか言ってるぐらい、なんかひどい年でしたね、この年は。で、まあ言うまでもなく、このベイダー戦のひどさっていうのは皆さんもご存知だと思うんですけれども、何がまずかったっていうのは、やっぱりイエスマンばっかりだったんじゃないかなって思いますね、猪木の周りが。だから猪木が決めたことをやるっていう、これどう考えても無理だろうっていうのも通しちゃうっていう。猪木はまあ自分のブレーンにこうイエスマンばっかり置いてたんで、こういうことがまかり通ってしまったんですね。で、時代を読めなくなってた。自分の体力の衰えをごまかすために奇抜なアイディア、だから海賊ボレーとか、このベイダーっていう新キャラを編み出したんですけど、それを納得させられるだけの説得力がもう猪木にはなくなってたと思うんですね。それはまあこの86年ぐらいからかな、やっぱ前田明っていう男が出てきて、それに対して逃げ腰だったり、なんかごまかしてたりするっていうのが透けて見えたりしてましたね。で、話をベイダー戦に戻しますけど、ベイダーはこの時、前のどっかの動画でも言ったんですけど、マスクとかがなんかサイズが合わなくてかぶってこれなかったっていう。だからなんか、ただの白人のなんか、がたいのいいお兄ちゃんと猪木が試合をして、3分ぐらいで猪木が負けちゃったっていう、しかもなんか投げやりな試合で、客がみんな怒っちゃったっていう試合なんですけど、まあひどい試合でしたね。で、なんていうか、その客を手玉に取る、そういうもの、だからまだ斎藤との暴動とかの方がまだ良かったと思うんですよね。このベイダー戦は本当ダメでしたね、猪木。では第1位です。第1位はスピンクス戦って、これはもう関わった人間が全員忘れたがってるようなひどい試合でしたね。これはもうダントツじゃないかな。っていうのは、この試合に対するその、なんていうんだろう、事前のなんかその、盛り上げっていうか、まあ、シュープロにしろ、ゴングにしろ、盛り上げまくってたんですね。で、猪木の闘魂ライブっていう、まあ、かっこいい名称ですよね。猪木25周年闘魂ライブっていう。ので、最初は、後楽園球場でやる予定だったのかな。でもなんかそれがなんかいろいろ都合が合わなくて、スケールダウンして両国国技館でやるってことになったんですけど、まあすごい盛り上がってて、で、猪木がプラチナのガウンって、この時多分初登場だと思うんですけど、まあプラチナのなんか何千万のガウンを作ったとか、あと花束贈呈にトンネルズが来たり、まあ当時人気大前世のトンネルズが
まあ、なんか靴脱いでリングに上がったんですごいその時から飛んでるぞ好印象なんですけど、試合をしたんですけど、これがひどい試合でしたね。っていうのはこの相手のレオンスピンクスっていうのは正直頭の弱い人だったんですね。だから頭の弱い人と試合はできないなって、プロレスはバカにはできないっていうけど、でレフリーがこうさらにガッツ石松がやってたんですね。だから頭の悪い相手と頭の弱いレフリーっていうかね。でもう何もかも裏目に出てたし、この直前に前田明がドン中谷ニールセンと名勝負をやってるんで、その後でこのひどい試合がやってしまったっていう。で猪木多分この日すごく体調が悪かったと思うんですね。猪木の試合ずっと見てる人はこの試合の1ラウンドとか見て、その動きを見て、あ猪木相当体調悪いんだなと思ったと思うんですけど、それでなんかグローブつけてスピンクスやっちゃうから、スピンクスのパワーだから結構強いパンチ入れちゃうんですね猪木に。かと思うと猪木 の、 あのローキックとか食らうと逃げ出そうとしたりして、でレフリーのガッツ石松が最近あの長島の親父チャンネルで語ってたんですけど、スピンクスがもう嫌がって途中で逃げようとするから、僕が猪木さんにもうちょっと手加減してあげてくださいって言ったとかいうそういう状況で猪木はもうどうにもならなかったですね。その円錐切りの写真あるじゃないですか、このこれフラッシュタッチかな、まあ、エンマかどれかだと思うんですけど、円錐切りがっちり決まってるんですけど、この円錐切りかっこよく決まってますよね。でも実はこれスピンクスなんか痛がる素振りも倒れもせず何も反応してないんですね。だからそういうところもなんかまずい試合でしたね。もう全てがガラガラと崩れるっていうか、バックドロップからフォールだったと思うんですけど、最後は投げ技も本当は禁止だったのかな、ルール上バックドロップも腰砕けで、しかもフォールもなんかよく分かってないですね。5カウントのフォールでガッツ石松がカウント鳴らして、もう客はもう無然。確かなんか石橋貴明もなんか、あ違うか、石橋じゃないな、まあ、誰かもこんな試合じゃ納得いきませんねみたいなこと言ったと思うんですよね。この試合のビデオってもうこのリアルタイムでしか見てないんですよねもう見る気しないっていうし、当然あの新日本ワールドにも上がってないんで、ある意味幻の試合なんじゃないかと思ってます。でももう一回見たいかって言ったら見たくないですね。なんか当日はなんかあの当時はニュースステーションでも流されたのかな、この試合でも猪木がバッタリ倒れてなんかだらしない姿を見せてるところがニュースステーションに流れて、久米宏がプロレス嫌いの久米宏がすごい冷ややかな目で見てたことも覚えています。というわけでなんかダラ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 もう凡戦を語ってると疲れてきますね。僕なんか疲れてんですよ、なんか今いろいろあって、もちろん猪木のことも含めてね。まあそんな感じで、ワーストマッチか、なんかもっとひどい試合もあったと思うんですけど、まあ人間って都合がいいもんで嫌な記憶って忘れちゃいますからね。そのうちもっとひどい試合ベスト5みたいなのをやるかもしれないですので皆さん楽しみに待っていてください。それではグダグダですけど今日はこれまで。それではまた。